はい、皆さんこんばんは。はい、こんばんは。ナッチンズメイト、今月のゲストは、ロイヤルフォースロイヤルフォースの、ね、カズマとユキです。こんばんは。今日はもう3人とも衣装でね、はい、衣装かと思いきや、いやいや、もう病院抜けちゃってるけど病院とか言わない、これちゃんとほらセットアップ、うん、すごい病院の、そう、まあセットアップで見ると、うん、ちょっと石垣ポケがまだまだ抜けてないかなみたいな。何病院って、まあ、確かに画面で見るとすごい病院だよね。病院感半端ない。皆さんどうですか、これがロイヤルフォースの新しい衣装みたいですよ。違うでしょ、これダメでしょ、これがこっちはね、こっちはそうです、ね、みたいですよ。はい、そうです、はい、これでね、まあ前々からお伝えする通り、今日初めてそう、クリスティーナのミュージックビデオを出すってことで、そうですね、その時もいわゆるこれを着て、ね、この格好で撮ってきましたよね。まあ今日はまあでも俺知り尽くしてるからね、2人のことね。そう、まあだってゲストで結城も出てるし、出てもらってるし、俺ももう何回も出てるし、カズマはちなみに今日で最多出場、もう4回3だっけ、3、4回、ね、第1回で順次できたじゃん。そうだね。でなんかソロのアルバム出すときて、で今日3回目、3回目最多、最多です。だからもう聞くことないのよ。そうだね。強いて言えば、あの、ね、あれ野球見に行ったのとか、あ、最近あれね、あれ何の、あれ全くのプライベートで、うん、もうその日に行くって決まってたから、うん、野球場でしょ、だって。そうそう、球場を見たくて。野球やってないのに、野球やってないの。だからガラガラですっごいもう自撮りが入れんの。野球やってないの、入れんの。どこ、横浜、違う、札幌よ。ポロサツ行ったの、うん、ポロサツ行ったの。車で、車でじゃない。さすがに、さすがに車じゃないけど行ったの。え、じゃあ札幌ドーム、そう、札幌ドーム、エスコンフィールドってさ、いいの、うん、もう海外みたいな作りの球場ができて、それが、あの屋根がウィーンでしょ、そうそうそう、すごい、すごい行動力あるよね。おすすめ。そこで PV 撮ったのかと思ったんですよ。撮れるもんなら撮りたいよ、本当に。そういうのってお高いのかね。どうだ、あの、なんかよく言うじゃん、草野球とかで借りるとドームも、うんうん、安いってね、なんかすごい安いって、うん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 、PV 撮りたいんですけど、だからお客さん入ってなければね、そこまで高くはないんだろうって言ってもじゃないね。まあね、できたばっかりだし。ゆうきくんは元気、あのペヤング食べてる？はい、ペヤング。今日はお腹空いてます。あ、お腹をね、すかしてきたんですよ。ちょっとね、今日前回もお約束があったんです。そうなんですよ。そう、終わ、今日これ終わったらね、うん、7月21日にそのクリスティーナ発売記念ライブがあって、まあ当然僕も国王として、はい、遊びに行くんで、その打ち合わせをね、うんうんうん、だ今日ちょっと番組内、俺何も知らないんだけど、結城、うん、もそんなに知らないの、ね、大体俺の頭の中でそうそうそう、だけでも合ってるから。いや、だから探っときたいんだけど、うん、まさか俺もぎりとかじゃないよ、もぎり受付で。さすがにそれはない。もぎりだったら俺この格好で行くよ。それもありだ。むしろ、ね、まさかっていうか何やんのかなと思って、もぎりをまずやってもらってから、うん、ステージに立つ。まあそれはそれで面白いかもしれない、うん、まずじゃあそもそも、はい、今年に入ってそのいわゆるキング&プリンス&ホースっていう、はいはい、まあ、名前で、そうですね、2人がお互いソロ曲、うん、そうです、やりつつ2人でなんかちょっとカバーとかやったり、うん、まあ僕が参加してシャムの曲やってみたりとかもありましたけど、ね、うん、そっから一変して急に、うん、やっぱ2人でユニットやろうかなっていうのはいつ頃こう変わったの、考えが。考えが変わったのは結局、何回やったんだ、2回やったの、2回やってる、3回か、はい、3回キンプリホースをやって、うん、はい、だからもう2回目ぐらいになんとなくちょっと曲を作ってちゃうかなっていうのも頭にあって、はい、で曲を作って、そっからもう進めてったかな、裏では。あ、結城に歌ってもらって、あ、
じゃあもうその頃から今流れてるような曲は作り始めてて、そうです。で、そのユニット名を決めようってあのツイキャスだかなんかでやったのは、うん、意外と最近だよね。それ最近だね。そうですね。うんうん、ね、それの時は、じゃあ本気でやるにあたって、うん、じゃあ音源を作んなきゃいけないじゃん。はい。音源を作るとなると。これキンプリホースってだいぶグレーゾーンだね。ブラックだね。ブラックだね。グレーじゃないね。タイミング的にもね。じゃあブルーあじゃない、もうブラックかグレーの間ぐらい、間ぐらいで、うん、っていうことになって、はい、じゃあまあ名前変えなきゃいけないねっていう話になって、まあ、そうなった時に、だったら皆さん参加型で、はい、皆さんから募集したら面白いんじゃない？うん、で、うん、そしたらナッチンがね、ナッチンがもう決めてくれたみたいになって、いやいやいや、それは語弊があるけど、まあそうだね、俺その時の配信も見てたんですよ、うんうんうん、でコメント打とうかなって思ったんだけど、うん、なんかあんましゃしゃり出ちゃうと、うん、なんか身内のね、はいはいはい、なんかそういうんじゃないから、多分今回ちゃんとねユニットを組んでこれからやっていこうって時に、あんまそういうのは良くないなと思って静観して見てたの、はい、したらさ、なんかみんながカズマとか、まあゆうきくんが考えたやつとかもバーって聞いたときに、うん、いやでも、もともとホースだったのをフォースにして、うん、でフォースって間違えてたし、フォースの方がいいよってずっと思ってたのよ。で、配信終えた後に、しれっとカズマに、え、ロイヤルはいいと思うんだけど、だったらロイヤルフォースはって送ったら、悪くないねってきて、さすが盲点でしたね、うん、そうだ抜けてました。でフォースってやっぱその力っていうのか、うん、いい言葉だし、そうだ、ね、なんか2人にも合ってるし、うん、で結局まあね、それであの4択かなんかで投票制でやってみたら、うん、そうそうそう、ダントツでしたね。そうだね、まあ、うん、じゃあロイヤルフォースだねってこともうだからね、名付け親にもなっちゃったし、うん、国王としてもね、もう定着しちゃったから、うんね、今後の活動だからさ、どういう感じで、ね、国王がこう、いやそれはだからフェードアウトでしょ軌道に乗るまで、 何フェードアウトしようとしてる違う軌道乗るまで、うん、だって俺はほらやっぱりさ、賑やかしじゃないけど、うん、そのシャムシェードの曲、うん、やるから言ってるようなもんだし、あの、で、あのロイヤルフォースとして曲がどんどんね、うん、増えていったら、うん、当然もうロイヤルフォースの曲しかないじゃん。まあそうなるかね。だからクリスティーナはレコーディングさせてもらったけど、うん、なんかね、出番がないモギリか。モギリはないけどさ。ね、ここまでね携わっちゃったからさ、うん、もう逃げられませんよ。いやいやいや。でもちょっとうる覚えなんですけど、うん、あの。ナッチンさんのツイキャスって、はい、あの対決したじゃないですか。あ、はいはい、料理対決やったじゃないですか、はいはいはい、で、あれが終わった後に、うん、ナッチンさんが一人で言ってるのようにみたいなのをこう言ったんですよ。言ったかも。あ、そうかもね。で、なんとなくなんですけど、それでちょっとカズマさんのこうスイッチが切り替わったのかなみたいな。そう、それまでそういう話なかったんですよね。で、なんかこうライブをやっていって、こうなんとなくこうナッチンさん的な手応えなのか、うん、2人でやった方が絶対いいよみたいなところから言った。そう、意外と配信終えた後、うん、熱い話したよ、うん、そうなんです、ね、意外とした、ね、まあ今のね時代背景含めて、うん、コロナ禍だったことも含めて、はいはい、どういうやり方が今後あるのかねっていう話はした覚えがある、うん、そうね、うん、今の時代でなん、まあ2人だったらね割と身軽にいろいろできるんじゃないとも言ってたし、 それ割と、うん、耳に残ってた、うん、これで例えばじゃあ分かんないけど、うん、ちゃっかり俺もね入っちゃったとするんだ、うん、メンバーに、うん、多分ドラムも入れたくなるでしょ。そうしたら、まあそうね、例えば今日あの発売するミュージックビデオも撮影しました時に、うん、2人だけのスケジュールじゃ動けなくて、うん、もしかしたら俺とかがすごい石垣島行っててなんだよみたいな、うん、なんかどんどんフットワークが重くなっていって、うん、うね、こうどんどん人数が多いとね、そうだしっていうのはあったし、ね、なんかバランス的に2人とも歌える、う
ギター弾ける、うん、踊れる、うん、なんか他の人がいる景色が見えなかった。なんか2人がいる、もうあとは動機でいいじゃんって、うんうん、そういう風に見えたから、だからそこまでこうね、うん、絡んできちゃってるからね。言い出しっぺといえば言い出しっぺになっちゃう、ね、まあまあまあそうかもしれないね、うん、まあ、あとなんかこうすごくナッチンさんってバランスがすごく見える感じじゃないですか。あ、そうで、うん、結構僕バンドやってて毎回思うのが、うん、バンドだけでやると意外と見えてないんですよね。まあこうなってるからね、うん、そうそうそう、俯瞰で見れなくなってで自分もなんだろう、自分の個人の意見になっちゃうんで、うん、そのやっぱりメンバー以外の誰か俯瞰で見てくれる人がいた方がいいなっていうのがあって、結構今回の PV もちょっとナッチンさんに客観的に見てもらえませんかっつって、そう勇気が言うそうそうで、あ、そうなん、あのグループラインでナッチンさんにちょっとジャッジしてもらった、はいはい、いや衝撃的だった本当にそう来たかと思って、もうちょっともう早速、はい、あ、もったいぶんないで、ね、うんうん、あのショートバージョン、そうだね、で、まあ、はい、この番組ね、いつも半分ぐらいから、うん、あの課金制に変わりますけども、はい、あの後半まで見てくれる方は、うん、フル尺でお見せしようかな、そうですね、はい、まずはさ、ショートバージョンね、曲もしっかり聴いてもらいたいし、はい、今あのうっすら流れてるだけだから BGM も、そうかそう、曲、新曲と、はい、そのミュージックビデオですか、はい、見てもらいましょうかね。じゃあちょっと待って、見てもらおう、で音を消して国王、はい、大丈夫です、はい、じゃあ曲紹介をお願いします。じゃあ行きます。ロイヤルフォースでクリスティーナ。いやね、てな感じでね、クリスティーナー、はい、いっぱい撮ったよね、いっぱい撮りました本当に。これは曲は、曲は僕ですね、振り付けも、振り付けも僕ですね、
いやーまさか踊ってくるとはね、うん、ねみんな踊るじゃん。アイドル、アイドルはね、そう、まあ、シニアシニアじゃん、うん、シニアのアイドルを目指してる、ね、っていうかだからそのアイドルとか、うん、まあその最初から踊ってる人たち、うんうん、もしくは歌ってる人の周りでパフォーマーがいるっていうのはもう見てきてるけど、 ね、その演奏する側が歌って踊ってギター弾いてっていうのはやっぱあんま見たことないくない、うん、だちょっと僕も初めてですもん踊るの。そうなんだよ、だからそれも対応力もあるから、まあ、できたわけで、やっぱ柔道やったからかな、こう背負い投げとかみたいな、こうくるりみたいな。いやでも結構やっぱりね、うん、恥ずかしいです見てて PV。 いやいやいや違和感ないよ全然。いやいやちょっとね、まあ結構その僕が踊れるぐらいのクオリティに合わせてくれてるんですけど、いや結構ね難しいっすね。で結構その歌うことしかやってこなかったんで、はいはい、ダンス歌ってなった時2つ覚えないといけないじゃないですか。あそれがねあれ次歌詞なんだったかな、いや次振りなんだったかなみたいな。そうなるよね本当にね、うん、なんか別個な気がする。別個それをだから昔からもう慣れちゃったから、そう、ね、もうギター弾いて歌うぐらいの感覚ですよね。ギター弾かないで回ってたからくるくる。そうそうそう弾いてたけどね弾いてた一応弾いてもいたからね。いや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 、どうですか皆さん、ちょっとごめんね、コメント拾えてないですけど、こんな感じでね、あのベースは国王が、そうベースちゃんと国王が、はい、弾きましたけど、ね、いやー俺ね、うん、いつクリスティーナが出てくるのかな、映像に、そうクリスティーナ出てこなかった、まあ、もう架空だから、ね、みんなの中での中のクリスティーナでね、うん、後半ではフル、これねカットしたんです。そうだね、後半ではね、はい、フルバージョンで流すんでね。でこの後というか、はい、まあ明日からロイヤルフォースのその、うん、YouTube もちゃんと作って、へえ、うん、そこでゆきチャンネルとは別に、はい、今聞いたほらそう YouTube もちゃんと作って、そこで MV も、うん、はい、扱って、そうなんですね、うん、そうなんですね、流します。まあさっきメールしたけどねああそうそうだっけ、うん、そのなんか開局じゃないか、開設記念なんとかやんないの、うん、なんかね、そこで考えてなかったですね、うん、何も考えてないけど、何でもできるね。何でもそうですね。とりあえず、うん、まあ、ナッチ呼んでもいいし。ああ、もうぜひぜひ。うん、だからその今見てもらったクリスティーナはシングルっていう言い方でいいのかな。そうだね。はい。が7月21日に発売になる。はい。バンとして。そう、会場でそのバンを売ります。うん、はい。目黒ライブステーション。はい。はい、買ってくれた人は、まあ、ライブ当日なので、うん、僕らが。サインして、まああわよくばナッチンがサインしてくれるかもしれないっていうね。いやいやいやいいよかもしれない いいけど、今ふと思ったのが、うん、国王のサイン考えなきゃと思って。ああそうか、あそうか、でもナッチンじゃおかしいもん、国王だ。そうだね、でもさ一応名前は結城一馬でしょ、プリンスキングプリンスキングじゃなくて結城一馬、プリンス勇気じゃあサイン考えないとじゃないですか。そうか、ね、キングカズマ、キングカズマ、キングカズマってかっこいいですね、なんかね、キングカズマ、キングカズみたいな、キングカズみたいな、一番ずるい、ずるいね、もうマフラー巻かないと、本当だよ、プリンス勇気、プリンス勇気か、キングカズマ、うん、いいっすね、じゃあもうサイン考えないと3人で。そうね、国語なっちゃう。じゃあ21日、うん、買った人にサインするでしょ、はい、うん、じゃあそれはやりましょう。あ、やりますか。じゃあサイン考えるの会をやらないとですそうだね、いやこの配信ね、この後すぐ配信でね、あ配信で、配信で、配信じゃあ YouTube チャンネル開設したら、はい、あ明日オープンしたら、ね、ちょっとじゃあセッティングしてよ。そうだね、うん、
サイン考えない。そう、サイン募集してもいい。なんでサインはあるほら、それはダメでしょ。ダメか。なんとなくほら、みんなが参加型の方がさ、ちょっと盛り上げてもらえるのかな。ああ、まあ、それはそうですね。なるほどね。まあ、ちょっとあの後半はね、あと、ゆうきくんがほら、ジュラシックも、ああ、そうだね。あ、そうなんですね。スタートするっていうのをこの間見て、ちょっとその話も聞きたいのと、はい、そのまあより詳しくその7月21日のライブのことと、そうだね、あとこういうなんか T シャツがね、グッズです、のこととか、はい、いろいろ聞きたいんでね、はい、とりあえずここで、あ、はい、でさっきも言いましたけど、後半ではフル尺のクリスティーナの、うん、ミュージックビデオを流しますんで、はい、一度ここで一旦休憩入れたいと思います、はいはい、後ほどよろしくお願いします。 See you